バスケ見ようぜ BJ TV。 はい、始まりました。辰巳椎名の週刊 BJ TV ニュース特別版。今日はゲストの杉田瑞希ちゃんを呼んで番組を始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、杉田瑞希ちゃんは、はい、私の友達なんですけど。そうですね。普段どんな活動？普段はですね、でもよく一緒にお仕事をしますよね、うん、私たち。しますね、私たち、はい、そうですね、はい、まあ競馬番組だったり、はい、撮影会というかそういうイベントなども一緒にしたりとか、うん、結構一緒になりますね。はい、そんな感じ。そういう関係なんですけども。そうですね。今日はですね、はい、瑞希に、はい、BJ リーグの魅力をこう伝えようかなって思って、うん、ちなみに、はい、バスケの経験とかって。あ、バスケの経験は小学生の頃に、うん、ミニバスケットボールをやってました。あ、そうなんだ。やってました。じゃあ私より結構。いやいやいや、でも、うん、その、まあ、ルールとか、うん、そういうなんか試合とかも出てたんで、うん、そういうのは分かります。あ、じゃあ、はい、シュートとか入れたり。うん、あ、なんかちょっとしたりすごい。私は一回もやったことがないので、うん、そうなの。そうか、はい、ちなみに、はい、あれだよね、瑞希とは、うん、BJ リーグの試合に一緒に、あ、はい、見に行ったことが一回だけあって。そう、でもまだね、そう、ましたね。 それだけじゃ魅力は伝わらないと思って、うん、ちょっと今日は改めてお伝えしようと思います。はい、ですね、BJ リーグはですね、はい、イースタン、ウエスタン、上と下の地方を合わせて22チーム、はい、22チーム、はい、22チームもあるんですよ。そんなにあるんですね。はい、そんなにあります。うん、瑞希はどこ出身？私は山梨県出身です。山梨、はい、山梨県のチームはないですね。うん、あ、ないんですね。はい、なんかその小学生の頃ミニバスやってた頃は、うん、なんか女性のチーム、あー、うん、があって、うんうん、なんかよく大会とか見に行って選手のサインもらったりとかしましたけど、やっぱ本当にバスケットボールって実際見ると感動するよね。いや本当にブザービートじゃないんですけど、ギリギリのシュートが入るとか、そういうのもすごい、ね、うん、ドキドキするし、うん、ハラハラするスポーツですね。そう、本当伝えられそうな気がします。ですね、BJリーグはちなみに地域密着型、はい、うんうん、で、まあ、こう各地方のブースターさんがそのチームを支えるみたいな、はい、それがまあすごい魅力ですね。うん、だからなんだろう、その各チームの試合見に行くとその地方の色が分かるっていうか、へ、ここのチームはすごい温かい感じだなとか、かっこいい感じだなとか、もうそれぞれ違くて、そこもすごく魅力的で、あと会場で名物とか結構売られてたりとかして、まあ、横浜だったら横浜ビールとか、まあ、そこでしか食べられないものとかあったり、すごい魅力的です。あとこの可愛いキャラクターとか、あ、これはそのチームに違って、うんですか、チームずつもちろん違うんですよね。うん、ちなみに、はいはいはい、こっちは秋田、あ、秋田、はい、こっち真ん中の大分、埼玉、うん、まあ、これはなんかすごい、お、鬼、デビルみたいな、デビル、まあ、大分ヒートデビルズっていうチームが、デビルなのかなって。あ、なるほど、なんか一番なんかちょっとなんかホラーを感じるホラー好きだもん。そう、すごい、そう、こんな可愛いキャラクターたちがいたり、うん、あとハーフタイムとかで、はい、アイドルさんとか、うん、アーティストさんのライブとかが見れたり、すごい、あとチアのショーとかが見れたり、ね、あ、でもこの間見に行った時もチアガールさんがたくさんすごい、うん、すごいパフォーマンスをして楽しかったです。ね、本当にこう、うん、待ち時間もね、ずっといられるっていうか、もう
盛り上がれる、ね、そこの美味しいなんかご飯とかも食べれて楽しいですね。そうなの、すごく楽しいの、うん、応援してる時も楽しいし、本当にあれだね、気が抜けないね、1秒も。そうだね、本当に気が抜けなくて、私も最初本当バスケと無縁だったんだけど、まあ、BJ リーグの試合で初めてバスケの試合を見て、もうボロ泣きしちゃって、もうこんなに感動するものがあるんだなって思って、いや本当あれだね、なんだろう、人生勉強みたいな、人生勉強なんだろう、こう1秒も無駄にしない、あそう、ね、大事にするみたいな、1分1秒大切なスポーツです。本当に大事なことを教えられました。いや、はい、え、じゃあ今度バスケしましょうよ、一緒に。あ、え、ほんとぜひ教えてほしい。あ、私が、うん、ほんとに。いや、ほんとに結構いろいろ観戦したりとかしてるんですけど、うん、実際自分でやることはないので、じゃあちょっと、うん、やりたいですね。そう、うん、あとちなみに、はい、私のおすすめの、あ、ビッキーごめん、あ、持ってない。スラムダンクっていう漫画があるんだけど、読んだことある？あの、聞いたこともあるし、うん、あのお正月とか放送されてるのは知ってるんですけど、うん、見たことない。本当に？え、でもどんなんなんですか？いやもうね、うん、ボロ泣きだね。もうすごく感動する。もうこれ見て、もうさらにバスケが好きになって、もう試合見に行きたいみたいな。うん、ちょっとすごいおすすめするよ。 ありがとうございます、うんうん、何巻まであるんですか？うん、ね、私もちょっと忘れてしまいましたけど、うん、結構あります。そうですね、すごい、はい、これは一からバスケを作っていくみたいな話なんですね。そうね、うん、うん、すごい、本当何もバスケ知らない、まあ桜木くんが、あ、桜木くん、うん、そうです、もうバスケやっていくみたいなストーリーです。じゃあちょっと私も、はい、うん、いつもなんかホラーとか奇妙とかそういうのしか読まないんですけど、ぜひぜひ読みたいと思います。はい、まあ、ありがとうございます。もうこれを機に BJ リーグの試合とかまた興味持って一緒に行けたらなって思います。また一緒に応援しに行きたいです。行こう行こう、はい、ということで、私のあれ番は終わるんですけど今度はですね、あの瑞希ちゃんにちょっと教えてもらおうかなって思います。あ、はい、本当ですか？はい、瑞希の得意分野は、瑞希の得意分野は、はい、ホラー、オカルト、ミステリーです。うん、いや、ね、シーナー知ってるよね、うん、でも、うん、なんか私たちよく一緒にいると、うん、見えるんだよね。あ、たまに私自分で自覚がなくて、うんうんうん、ああやって見えてるのかなって。そう、あのね、うん、幽霊ってものはね、うん、見えてるの、あれで。あ、そう。え、ちなみにオーラとか見えるんだよね。あ、オーラもね、見えますよ、うん、オーラも見えたりするけど、うん、あ、そうだ、思い出した、私もちょっと話それちゃうんだけど、うん、バスケ関連で、うん、その小学生の頃にミニバスをやってた頃、うん、毎週水曜日と土曜日、うん、あの練習をね、体育館で、うん、水曜日は夕方学校終わった後にしてて、うん、でやっぱ夜になるんで、帰りにモップがけとかして、その倉庫みたいなとこ行って片付けとかがあるんですけど、うんうん、やっぱね、そうするとね、不思議なことが起きるんですよ。何が起きるんですか？やっぱ学校とかって昼間人がいっぱい集まるところだから、うん、シーンとなったところに夜とかになると、うんうん、幽霊さんが集まってきて、うん、人間を脅かしちゃうんですよ、夜とか。そうなの？ですごく、うん、あのボールとかがいきなりそのステージ上から転がってくることとかあったりとか、結構不思議なことあって、小学生の頃は怖かった。怖いね。でも、もっと世の中には怖いことたくさんあるけど、ある、いっぱいあるけど、すごいね。すごい、コメントとかこれ来てるんですか？なんか今回初めての感じで放送してるんですけど、うん、すごいですね。あ、こんにちはって来てる。こんにちは。こんにちは。すごい。手振って。おお。ははははは。すごい。ね、すごい。いいですね。なんか身近に感じますね、うん、皆さんを。すごい。え、B
J リーグいつ開幕ですか？今月10月4日に試合が始まります。あ、そうなんですね、はい、そうです。ぜひぜひ、まあ、旅行とか行った時に、うん、まあ、結構いろんなところに体育館があったりするので、あ、はい、行ってもらいたいなと思います。ちなみに、はい、ちょっと見てもらいたいものがあるんですけど。え、緊張する。なんだろう。ここに江島さんがいらっしゃるんですけど、はい、皆さんも一緒に番組をしてるんですけど。あ、はい、あの、はい、見たことあります。やっぱり、はい、江島さんのオーラをちょっと見てもらいたいなって思って。オーラですね、はい、はい、こう当たりますよね、水木の占いだとかオーラは。困ってるね。困ってないです。今ちょっと見てます。うん、オーラっていうのは2種類あって、うん、こう人を見た時に、じゃあこの、うん、お馬さん何でしたっけ、この名前忘れちゃった、キズナくんで、キズナさんでちょっと言ってみると、はい、うん、こう体の周りが白いもやみたいに囲まれて、うん、その上に色がつく場合と、うんうん、そのまま色がこう例えばピンクだったらピンクバーってつく場合、うん、両方あるんですけど、うんうん、でも白いもやの上にオレンジが、うん、ワンクッション置いてる、ワンクッションを置いてるのオレンジなん。オレンジってちなみに、うん、オレンジはですね、カリスマ性とかそういう、なんて言うんですか、人に表現させるとか、うん、そういう、まあこういう感じです。あ、まさに今こういう状態。分からにくい。分かりにくい。そういうことじゃなく、大丈夫ですか？大丈夫です。そういうことではなく、うん、あ、まあ、オレンジが、まあ、こう放ってる感じな、うん、はい、ですけど、まあ、意味としてはカリスマ性とか明るさとか、うん、自分の持ってるもので、うん、あのこうお仕事が うまくいくとか、よかったね。なるほど。だからそれに乗っかって、うん、シーナもバンバンお仕事をして、あ、乗っかった方がそうです、ね、いいですか？私も、うん、もう乗っかってますよね。あ、乗っかってますか？うん、ほら、よかったです、うん、はい、はい、どうなんでしょうかね。光栄ですか、はい。もやっていただけるようになったんで、はい、あ、はい、そうです、すごい特別な、乗ってってるんですかね、本当に、はい、自分の名前がね、題名にこう入るなんて申し訳ないです、本当に。辰巳椎名のなんで、辰巳椎名の、うん、週刊 BJTV ニュース特別編、はい、いやもう、いや、どうも本当に来ていただいて、呼んでくださってありがとうございます。本当にどうなるかなって思ったんですよ、うん、こう私一人でちょっと計画企画してやってみてって言われて、うんうん、多分ふわっとした感じになっちゃうのかなって思ったんですけど。どうでしたかね。あ、うん、すごい、はい、まあ、こんな、あ、もう一度自己紹介お願いします。ご紹介、え、辰巳椎名です。そうですね、何ですかね、まあ、趣味は読書と、あとバスケットボール観戦することです。プロフィールに書いてあります。見てください。はい、杉田瑞希です。山梨県に住んでいます。趣味はホラーミステリーとか、そういう怖いもの見たりと UFO 読んだり、そういう UFO 呼ぶの、あ、 UFO 呼びました。最近、あ、ほんとね、そうなんです。それも聞いても大丈夫？あ、バンバン。え、どうやって呼んだの？あの、呪文唱えて。なんて呪文唱えたの？キュンキュンキュンって。で、あのベントラベントラスペースピープルって、あの呪文唱えると UFO フィーンって来てくれて。え、ほんとに？うん。どこで唱えたの？相模湖です。相模湖、川相模湖だよね。相模湖って何ですかね。え、やだ。相模湖、相模湖はあれですよ、琵琶湖とか湖の湖ね、あの、あ、山水の
あ、湖に行って、うん、湖、あの相模湖で前見たことあったんですよ、うんうん、だから相模湖でロケして呼んだんです、うんうん、あ、そうなの、本当に来たの、すぐに来たの、本当に来て、あのロケが始まる前に、うん、もう来ちゃって、え、カメラセットしてるうちにヒュン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 飛んでて、うん、大変でした。え、そうなんだ。うん、え、どうしよう。え、困ってるの？え、ここでも呼べるの？浜松町で呼べるの？え、多分あのどこでも大丈夫。あ、高いところに水とかあった方がいいのか。水とか山とかその UFO とかが分かりやすい場所？うん、例えばでもこの辺だったら東京タワーが近いからいいかもしれない。あ、じゃあ東京タワーに来てくれる。え、じゃあ東京タワーに登って呼ぼう、一緒に。あ、私も一緒に。うん、あ、いや一人じゃほら心細いし、うん、来たらどうする。来たら、うん、とりあえずあのちょっとテレビ局電話しよう。そうだね、うん、もうここでねお知らせできればいいね。そうだね、うん、いやちょっと衝撃でした、うん、え、本当？うん、しょっちゅうこんなことしかしてないから。いや、すごいと思う。すごい、本当に、うん、いや、すごいよ、本当、貴重なお話が聞けました、うん、ありがとうございました、うん、ぜひ、はい、今度一緒にいるときに呼んでください。いいですよ。あ、お願いします。はい、はい、よろしくお願いします、はい、まあ、こんな感じでふわっとやってきたんですけど、はい、はい、本当見てくださってありがとうございました、もう BJ リーグの魅力ちゃんと伝えられたかな。締めに入ってる。入ってます。ほとんど UFO の話が記憶に残ってないこう BJ リーグの良さとかそういうのを伝えていただけるとお聞きしていたんですけど、はいはいはい、伝わりましたかね。伝わったかな。俺 UFO しか分からない。やっぱインパクトって大事ですね。ね、まあ、UFO の、ね、話もインパクトがあったと思うけど、なんかインパクト、BJ リーグにの会場に行って、じゃ一番インパクト受けること、はい、インパクト受けること、入ってわって最初に思えることはやっぱブースターさんですかね。こう、まあ秋田だったら、うん、まあイメージカラーがピンクなんですけど、まあ、会場でピンク色、ああ、皆さん応援の方もわーっていて、もう声援だとか、もうコールだとかがもう一体感もうすごくて鳥肌が立ちます、本当に。いや、でもすごいですよね、バーッ。本当応援があるからこそ、もう選手の皆さんも頑張れるんじゃないかなって思います。うん、もうすごい魅力的ですね、やっぱブースターさん。ちなみにブースターってどういう意味か分かりますか？へー、あのご当地キャラみたいな意味ですか？ご当地キャラじゃないんですけど。え、違うんですか？まあ、サッカーでいうサポーターさんみたいな。あ、私は完全にあのぬいぐるみのこと考えてて。あ、ぬいぐるみのこと、まあ、全然違うんですよね。うん、全然違うんですけど。違う、ごめんなさい。いや、今あのカエルさん、カエルさん見てたから、はい、あ、かわいいですよ、ね、そう、かわいい。うん、まず最初にブースターが何なのかを教えてくれるんじゃない。すごい間違えましたね、手順みたいな。今からでもやり直せる、うん、あ、本当ですか、うん、まあそうね、まあ、ブースターさんというのは、まあ、私たちこう、まあ、応援する人たちのことを言うんだけど、応援する、そう、うん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 、で、まあ、なんだろうな、こういう応援して観戦ている皆さんのことをブースターと言います。はい。はい、応援して、はい、はい、まあ、覚えてくだされば嬉しいです。わかりました。はい、そして、まあ、はい、ブースターさんになっていただいて、うん、まあ、どこか好きなチームができて応援していただけると、いやすごい楽しいですね。私疑問あるんですけど、はい、東京のチームとかもあるんですか？あ、あります、東京。一つですか？県で一つなんですか？そうなんですよ。県で一つなんですけど、はい、じゃあ神奈川県は横浜だけですか？そうですね、一つ。ああ、そうなんですね、はい、まあ、いつか山梨、山梨、うん、できるといいね。できるといい。え、女性のチームとはまた別なんですか？男性と。そう、うん、皆さんが男性なので。ああ、そうなんですね。でも見に来られるブースターさんはもう男女問わず、あ、もう小さい子から
大人の方まで、みんないらっしゃって、うん、やっぱもうみんなが涙したりとか、わーって叫んだりとか、感動します、そんな感じです。終わり。BJ リーグを見て、その、なんていうの、これだっていうのは、自分としては何だったの？一番最初に、これだって思ったの。音とか光とか、まあ、ダンクとか。そうですね。あの、本当にびっくりしたのが、選手の皆さんの身長に圧倒されました。見に行った時、どうだった？一番初め。なんかあの、まあ、さっきも言ったんですけど、応援団の方たちがこう、こう鳴らすものとかも、結構鳴らしたりとか、同じリズムとかこう一体感がすごくあったことと、皆さん足が大きい、あ、そうね、あのバッシュがすごく大きくて、ね、そう、すごいな、ね、すごい迫力があるね、迫力がありますね、こう音とかもすごい体育館中響くから、なんだろう、身近に感じるっていうか、本当に1階席とかで見ると半端ないですね。あの確か前行った時、あのゴール裏で 見させていただいた時は、あの、ね、ゴールを打った時にボールが飛んでくるんじゃないかぐらいと緊張したけど、ね、本当にあったりするので、ね、え、あるんですか？こう座っててボールがポンって飛んできて、選手の人がそこを飛び越えて、やば、本当にすごいって思いました。いや、それはすごい、多分 目が覚めちゃいます、ね、ちょっと今以上に近くにいたらラッキーかもしれないです、確かにそれはラッキーかもしれない、すごい、いろんなハプニングがあったり、ありますね、はい、まあ、距離が近いからね、バスケットの場合は近いです、野球とかサッカーよりかはまあ距離が、選手までの距離が近いので、多分身長の大きさもすごい感じられるし、そういうね、選手が飛び込んでくるようなこともあるじゃないかと思いますが、試合が終わった後にこう握手とかハイタッチがねできるんだけど、もう手の大きさとかもすごいね、私もハイタッチ一緒にね、参加したんですけども、すごかったですね、手がこんな感じ、こんな感じ、すごかったね、すごかったね、でも嬉しいよね、こう、バスケやりたいって子がこう見に来て、こう憧れの選手とハイタッチとかして、いや本当に嬉しいと思います、 ね頑張ろうって思える、いや魅力がたくさんありますねいますよ、はい、まあ、やってなかった人とやってた人だと見るとこ違うのかな、そうですね、本当に私はもうルールも全く分からなかったので、そこからかな、もう見ていくうちにだんだんルールが分かっていくようになって、で、あ、なんだろう、覚えてきたかなって感じです。最初はあのシュートが入るだけですごいのかなとか単純に考えてたんだけど、でもうだんだん見ていくうちに、あ、この人がこの人マークしてるなとか、その意味は何でだろうとか考えるようになったりとかしてくるようになりましたね。ちなみにどこ見てますか？いや、結構すごい鋭いパスを出したりするとことかを見ていて、あ、ここで出して取られないとかカットされないとか、そういうの、私はあの結構パスも回してたんで、自分自身がすごい今もしてたらすごい勉強になったとか、そういうのをすごい見てました。やっぱ見るとか違うもんだね。視点が全然。やってなくて来て、まあ、結構 BJ リーグってやってない人が見に来てるって多い。そうです。そうなんですか。半分以上、まあ多いところだともう8割方やってない人ですよみたいな感じなので、やってない人でもあれなのかな、興味を持つとだんだん分かってくるもんなのかな。そうですね。あと、私が会場で見てて、こう横からまあ話ちょっと聞くと、たまたま体育館通りかかった人がこうふらっと見に来て、あ、 BJ リーグってこんな感じなんだっていう人が結構いたりとか。ちなみにどんな感じって言ってたの？え、なんだろう、こんな感じなんだろう、すごいね、こんなが知りたい、なんか、はい、やっぱ
やっぱ、あ、波佐とか、波佐とかすごいねって言ってました、ずっと。ずっとすげえ。ずっと、ずっと波佐とかすげえって言ってました。はい。まあ、でも、ね、こうだんだん、いろんな人に興味持ってもらうと、すごいですよねって言いたくなっちゃうね。うん。興味持ってもらうと嬉しいです。興味持ってます。いや、すごい。なんか、楽しいね。横浜の試合を見に行った。はい、そうです。なんかあの最初横浜が負けて、うん、同点くらいになって1回点が離れてで追い抜かしてっていうのがすごい感動だったね。え、うん、本当に、あ、もうダメなんじゃないかなって思ったらね。5月くらいかな、5月か4月かくらい、うん、それくらいだった気がする。見に行きました。昨シーズン、昨シーズンの5月、4月か。昨シーズンで4月ですね、うん、シーズン中だから。そうだ。で、なんか、うん、シール。あ、シール貼ってもらったね。ね、そう、シール貼ってもらって。はい、貼ってもらって、ブースターさん。横浜のブースターと仲良くなって。仲良くなって。まあ、そういうね、ブースター同士の交流みたいなの、ね。そうですね。俺は交流したことないけど。さすがに、交流したことないけど、多分ね、はい、あの、ブースター同士、仲良くなって。そうです、仲良くなって。まあ、試合も見んだけど、試合を見る前にもうね、何時間も前から行って、ブースター同士、あ、でもない、こうでもない、言うのが楽しいっていう人です。応援グッズとかを、こう渡してくださって、ちょっとやってみてとか、あ、面白いなって思って、うん、熱が入りますね、応援に。本当に、うん、横浜のブースターと仲良くなった。だいぶ仲良くなってました。ね、今日もあ、水木ちゃん出るんだみたいな感じにコメントが認識されてる。横浜のブースターで。椎名ちゃんと仲良くしてるからね。よく。一応リーグの公認ブースター。そうです。はい、でも本当に、まあ、各チーム、まあ、この間も話しかけてくださるようになって本当嬉しいです。うん、こういろんな、まあ、なかなか県が遠いと会えないから、こうやって、まあ、試合があった時に会って、ちょっと遠いけど、まあ、ブースター同士でつながってるなみたいな、そういうのはあります。はい、今シーズンは予定は見に行く予定とかない？今シーズン2人で話してたりはしない？でも見たいところがあったらぜひ連れてきたいです。はい。あ、なんかさっきからの後ろの新聞が気になっちゃって。うん、あ、すごいですね。はい。いいこと言ってくれるね。いつ触れてくれるかな。いや、あの、どこのチームなんですか。これは、はい、じゃあ富山、沖縄。すごい、はい、全チーム見たことはもちろんある。全チームはまだ多分見れてないと思う。そうなん、本当に、なかなかもう遠いとちょっと難しかったりするので、もう行けられる範囲は見に行きたいと思ってて、でもまた見に行きたいですね。うん、やっぱバスケットにも興味ありますけど、あのチアリーダーさんのあのすごい経歴でな応援もすごい、ね、見たいし、うん、なんかこのね、うん、ミッキーさんでしたっけ？ビッキーさん、ね、あ、ビッキーさん、はい、ビッキーさんにも会いに行きたいんですね。ホームに行ったら会えます。うん、秋田まで。あ、秋田まで、すごい。出張はしてこないんですか？出張はないんですよ。私も最初出張とかあるのかなって思ったんですけど、まあ、実際昨シーズン秋田行かせていただいて、もう大好きなビッキーにやっと出会いました。推し面ですか？まあ、みんな推してるんですけど、ビッキータオルくれたんですよ。かわいい。グッズみたいな。すごい紳士な方です。紳士、はい、男性。去年のプレシーズンに行った時にもらったんだよね、確かね。そうですね、はい、もらいました、タオルとシール。かわいい、はい、ものじゃんってね。
結局ものじゃん。ものです。そういうわけではない。まさか、まさかこう、うん、キャラクターさんからね、いただけるとは、プレゼントをいただけると思わなかったので、びっくりしました。確かに。あと地方行くとね、きりたんぽとか、うん、あ、ご当地だとか、うん、楽しみました。それも楽しい一つですね、うん、はい。じゃあ、はい、まあ、今年はね、どっかチームの会場に応援しに行ってもらって、はい、伝わったのか、どうなんですか、魅力は伝わってるのかどうかは怪しいんだけど、はい、ね、ちょっとうまく伝えられるまでまだまだだなって思いました。反省した反省会自分の中では分かっててもなかなか、うん、口で表すのって難しいねって思いました。今度はね、なんかね、自分が行って、はい、ここだっていうとこメモったりとか、まあ、ね、写真撮ったりとかね、はい、ユースターの人と交流した写真を撮ってきたりとか、はい、そういうのをしてもらって、はい、また報告してもらって、ぜひ、はい、もうできたらもう全部みたいなところ、辰巳椎名のだけ、はい、がまたできるように。そうですね、もう次もしやらせていただけるのはすごいレベルアップしてお伝えできればなって思います。はい、伝わりました。あ、本当に22チームですね。22チームです、うん、ありがとうございます。すごい最初の方に言ったの覚えてる。覚えてます。じゃあ、まあ22チームのどこかに行ってもらってまた、はい、また一緒に見に行きたいと思います、うん、はい、それでは辰巳椎名の週刊 BJTV ニュース特別編、見てくださってありがとうございました。16時から16時から、通常の BJTV ニュースが放送されるので、そちらもぜひご覧ください。それじゃあ、さよなら。さよなら。